Welcome to シルビーチャンネル。どうもシルビーです。今回開封を行っていくのはこいつです。ウェストンデジタルのグリーンの内蔵型ですね、ハードディスク、PC ゾフェスの外付けハードディスクですね、のリテール品でございます。リテール品とバルク品っていうのがあるんですけども、まあ秋葉原とか行くとハードディスク単体でそのまま本体のみっていうのが売ってたりするんですけども、それは バルク品っていうんですね。こういう風に箱に入っているのをリテール品と言います。なので今回これちょっとね、私のパソコンの容量がちょっとあまりにもですね夜足りなくなったんで、今回は Amazon で買ったんですけども、普段は秋葉原とかでねバルク品の方を買ってるんですけども、今回はリテール品なのでちょっと箱付けなんで、せっかくなので開封行ってみようかなと思いまして、開封していこうと思います。で、こちらなんですけども、2年保証という形ですね。出ているものです。で、3.5 インチ。これ 2.5 と 3.5 っていう、ニトロ入りかな今は。薄型のものと、ハードディスク、大きいハードディスクでも 3.5 インチのものでも、薄型のものと、分厚いもの、2種類存在してます。中の、ね、円盤がね、の数が違ったりするものが多いです。で、6GB、6GB と 1GB かなのね、シリアタの、6GB 対応です。まあ、ただ実際は、円盤が回ってるせいで、そこまで速くはいかないですね。多少速くなります。結局、ここの、これハードディスクでこういう形の中の構造なんですけども、円盤がね、こう回っていて、それをレーザーディスクのようにピンを通して読み込んでいるので、この物理的な動きが発生しちゃうんですね。なので、6GB の1秒間で 6GB は出ないです。なので、そこまで、これね、企画としてありますけど、まあ、おまけって感じですね。お、で、アクロニストゥルーイメージっていうのは、これ、ライティングソフトですね。がついてるようですね。そうなんだ。はい、ちょっと背面見てみましょう。パワーオブチョイス。回転速度が 7200RPM。7200回転ですね。セーティング機能とは、これは、ちなみにですね、グリーンっていう、これグリーンモデルなんですけども、このウェストンデジタルは何パターンかあって、ブルー、グリーン、ブラック、レッド、パープルですね。まあ、昔はグリーンとブルーぐらいしかなかった、ブラックあったかなっていう感じなんですけども、まあ、それぞれにある程度若干変わっていて、このグリーンは、インテルパワー、まあ、これちょっと、インテルパワー、回転数が出てないんで、そんなに速くないんですね。ただ、冷却性温性能に優れていて、で、要は外付けであったり PC 増設用の、まあ、保存用的なのに向いているよという感じですね。そういう、なんで私は今回それをグリーン、前回もね、実はグリーンもう一個持ってるんです。ちょっと、今すぐ。実は、ここにもう一個あります。これは昔ね、これの多分型の前ぐらいですかね。の 2TB のものなんですけれども、これもウェスタンデジタルのここにありますよね、グリーン。これは最初の段階でもう保存用として決め打ちで買っております。で、完全に今保存用として使っています。なんでそれのもう一つ後継機ですねを購入したという感じですね。っていうのもですね、この辺になってくると、特にブラックとかになってくるとちょっと値段が上がってくるんですよ。やっぱりそれはゲーム用と PTC って書いてあるの、その回転数だったりとか、そういう常時書き込んでも大丈夫なような形になっているので、ね、ちょっとお値段がですね、その分張るんですね。なので、一番お値打ちなグリーンは保存用なので、回転数がちょっと5600かな、ちょっと定かではないんですけども、そういうですね、部分を、まあ、値段コストです。でね、今、非常に円安になっていますよね。円安になっている関係で、今後ですね、ものすごくパーツの値上がりが、パソコンパーツは円安の値段、傾向ものすごくあるので、それじゃなくてもこれね、取ってのね、2014年の年末、12月なんですけれども、年末は PC パーツの値段が値上がりします。で、それからさらに円安の関係でもっと上がっていくでしょうと。明らかにですね、ちょっと円安が進みすぎているので、今後ですね、これは8000円ぐらいで、で、円が80円台だった頃は、この 2TB で、7000円切ってました。それが今は、これ買った時9000円、ぐらいなので、もちろん8000円ちょいぐらい。なので、1000円から2000円ぐらいですね、同じものでも値上がりしております。さらに、ここから上がっていくだろうと私は、ちょうど、思っているので、今後ですね、まあ、
だったら早い方がいいかなというのが正直なところです。私は、そうですね。特に本当にね、その、円とドルの関係っていうのはですね、パソコンパーツが非常に強くいけるので、1000円、2000円ぐらいですね、簡単に値上がりします。特に CPU なんか今特に上がってますよね。一時期2万円切ってるものも、2万円、3万円は余裕で切ってるのに、もうなんか3万超えたりとかですね、してる感じでございます。はい、こんな感じで、バルクで買うと大体こんな感じでいきます。今、これありましたけども、箱が ない状態、バルク品を買うとこんな感じですね。まあもう見ていただきたいんですけども、パッケージはね、ほとんど似てますよね。中身も、一緒だと思うんですよね。型番が若干変わってるだけです。一緒か。いや違う違う、若干、こっちの方がやっぱり、だって、もうこれ、こっちを買うときはもう1年、2年もっと前か。なんで、結構前なんですよ。やっぱり保存用として取っておくと、どうしてもね、容量が2テラだと、ちょっと足りなくなってきますね。私は、実況プレイとか他でやっているので、そういうのを過去動画とかを撮ってたりするんですね。そうすると、もうあっという間にいっぱいになってしまうっていうのが正直なところです。はい。そんな感じですね。ウェストデジタル。若干、はい。ね。ハディスクもいろんな種類があります。まあ私もう一つシーゲートの持ってるんですけども、さっき薄型のモデルってあったんですけども、こういう形でね、見ていただきたいんですけども、はい、ここ、ね、この3つあります。はい。薄さわかりますよね、違うんですよ。これとこれは一緒。同じ、もう全く同じ、こっちが後継機種なんで、で、こっち薄いですよね。若干ね、ハディスクの厚みに差があったりします。こういう形でね。こういうのは小スペースパソコンとかに向いてるんですね。スペースを置かない。ただね、そこまでね、体感としてはね、これを買ったんですけども、まあこれでも別に問題ないかなという感じですね。今はどちらかというと、その私は、以前、レビューした、開封レビューしたんですけども、イナテックの、スタンド。ハードディスクスタンド、2ポートモデルを持っているので、そっちに立てて使っていますね。立てて使う場合は、こっちにサイズ、この立てる口がですね、この分厚い方に設計されているので、割とですね、ぐらついてしまいます。なので、特にそういう薄さとかこだわりなければ厚い方を選んだ方が、いろんなところで後々保存用とかだったら、便利なのかなという感じでございます。ね。型番なんですけれども、WD の 20EZRX ですね。こっちは WD の 20EARX なんで、A から Z になってるという感じですね。パッケージもほとんど変わらない感じです。デザインもね。ね、ポイントも一緒なんで、一部機能が変わったかなぐらいな感じなんでしょうね。ま、はい。あとはね、これが実際どのくらいの速度出るのかっていうのを、まあ、こっちのはもうだいぶ使ってますから、そういう意味では、同じ同条件ではないです。明らかにこっちの方が速いのは間違いないんですけれども、どのぐらい、速度が出るのかのベンチマークをですね、この後やってみようと思いますので、よかったらそちらの方も見てみてください。はい。二つのね、ハードディスクの実際の速度を比較してみました。左側が新型の、今回、開封したハードディスク。右側が以前使っていた、もう2、3年、2年かぐらい使っていた、同じ。ただ同じ、ウエストニテラのグリーン2テラバイトです。結論を言うと、劇的、かなり速くなっているっていうのが実際のところですね。まあ右側の旧型はもう結構使っているのと、容量もギリギリなので、速度的には、実際の速度よりもちょっと遅くなっているのかなという、フルパフォーマンスは出てないです。しかも経年劣化があるので、特にハードディスクは経年劣化が激しいので、年を追うごとに性能はどんどん落ちていきます。それを考えても、まあ新型のは非常にですね、ハードディスクにしてはポテンシャルの高い方ではないかなと私は感じます。まあこれよりも上のタイプにレッドであったりとか、パープルとかブラックとかっていうのがあるんですけども、まあ今回はそういう一番廉価のね、モデルであるグリーンですね。具体的に言いますと、まあ読み込みと書き込みとあるんですけれども、まあ読み込みが実際2列目ですね。2列目が一番実際の速度に近いという49メガ。1秒間に49メガ。まあ約50メガ。で、書き込みですね。何かのデータを移すときに、だいたい、まあ、80から90メガ。これ、SSD と比べると遅いんですけども、まあ、こう、2つ企画したときに非常にですね、
4倍から5倍のポテンシャルが出ているので、非常に、まあ、これうまくいけば100出る、まあ、153出てるので、出る時もあるんじゃないか、100を超える時もあるんじゃないかなというので、コストパフォーマンスはとてもいい製品になるんじゃないかなと思います。私も外部ストレージとして、今回購入したので、こんくらいあればですね、十分、楽しめた。ただ、動画の、例えば、保存先、私実況プレイとかやってるんですけども、の保存先とか、レコーディングの先とかってやると、ちょっと読み書きで速度が足りないのかなという気はしますので、その辺は、ご注意した方、ご注意してください。そんな感じでございました。今回はですね、ウエストンデジタルグリーンの 2TB のハードディスクを開封からレビュー、比較までやってきました。こんな感じでいろいろと他にもですね、やっておりますので、よかったらチャンネル登録、それはですね、他の動画の方も見ていただけると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。